はい、どうもこんにちは、国沢です。今回は、この間、公式さんがね、レジェか公式放送のどっちかで言ってた、レジェンズプレイバック動画っていうね、やつがね見れるようになってるんで、こちら紹介していこうと思います。何やらね、今までレジェンズやってきて使用回数の多いキャラクターだったり、使った石の数、集めた石の数かだったりとか、いろいろね、自分の記録が見れるみたいなんで、面白そうなんでやっていこうと思います。ちなみにこれね、やることで時の結晶150個もらえるみたいなんでね、皆さんも必ずやってみてください。で、内容だったりとかね、コメントで書いてくれると、嬉しいです。ということで見ていきましょう。はい、ということでこちらですね、君だけのオリジナルプレイバック動画は、こちらということで見ていこうと思います。1分42秒の動画か。まあ、とりあえず最初にね、ざっと流し見していこうと思います。いきましょう。どんなかな、かっこいいな。レジェンズを始めたのは2018年5月31日。あ、これ名前、僕の今のユーザー名ですね。エネルギー使用量が456,600。集めた時の結晶が547万個。これ多分、無意識な課金も含まれてるかな。うん。面白い。とりあえず、全キャラを所持してるのかな、これ。100% 持ってまして。最大レベルのキャラクターが555体。で、7凸以上のキャラクターが550、まあ、全部ですね。はい。全キャラ7凸以上してますと。これ見終わったら一回全部止めてみます。最も活躍したキャラクター。これイベントとかも含めてってことなのかな、今のは。PVP 対戦数が 53,686 回、最多出撃キャラクターが人造3人組、 KO した敵の数が 79,44 体。面白いねこれ。ん？終わりかなこれで。終わりっぽいね。あと 10秒なんで、今すぐプレイ。はい、ということで見ていきました。ちょっと最初から振り返っていこうか。なんか変なのもあったんで、まずレジェンズを始めたのがね、 iOS のリリース日からなんで、はい、もう、今年で6年目とかになるのかな。うん。ユーザー名、これ僕の好きなゲームの敵キャラの名前なんで、はい、関係ないです。僕の本名じゃありません。エネルギー使用量が456,623と、まあ、これも結構多い方なんじゃないかな、普通のユーザーに比べては。うん。僕、レジェンズランキングっていうね、イベント2回1位取ってて、なんで、結構エネルギーとかも使うイベントなんで、まあ、普通の人よりは多いと思います。うん。と、集めた時の結晶が547万個。まあ、多分これは、なんだ、無料配布石以外の石もね、合わさったやつなんじゃないかなと思いますが、こんなに石を今まで、集めて、そして使ったってことになりますからね。すごいね。感慨深いね。なんで、まあ、1年でだいたい100万個使ってる計算。まあ、でも去年が多かったからね。これ見て結構やべえやべえって思う人いるかもしれんけど、俺がね、無意識な課金が暴走し始めたのが去年なんで、それ以外の年は別にそこまでね、このゲーム無意識な課金してなかったんで、多分これより多い人は全然めちゃめちゃいると思います。うん。去年だけ異常だった。あとは？ああ、まあ、全キャラ所持。まあ、これはま、結構少なそうですね。エクストリームとかも含めてだもんね、多分。うん。しかも、そのエクストリームも含めて全部7凸以上なんで、これは結構ね、うん、なかなかしてる人いないと思いますね。で、最も活躍したキャラ、これ多分イベントとか、これなんか変なんだけど、なんかわかるな、これ。ドドリアとシャロットとこのエクストリームブラック。こいつは何使ったかというと、多分、コイン集めだね、PVP の。この3体コイン集めで使ってた記憶があります。で、78とフリーザなんだけど、78はね、まあ、力の大会の友情キャラのランク上げで使ってたかな。で、このフリーザもそうだね。このフリーザをサブに置いて、よく、なんか赤属性の強いキャラの視察増やして、悟空3のステージ周回してた記憶があるんで、昔特に昔のキャラクターとかね、全開覚醒1作るときに、友情ランク10まで上げないといけないとかあったんで、確かその時にこのフリーザ使ってて、78は、
まあ割と最近使ってたイメージあります。はい。で、PVP の対戦数が 53,686 回か。これは、どうなんだ？まあ、普通の人よりは多いと思うけど、初期の方はあまりレートもやってなかったんで、まあ全然僕より多い人いると思います。うん。で、PVP 最多出撃キャラクターがこちら。リミテッドの17号とガンマコンビと、セミちゃんですね。まあこれはそうね。この間の10月かな、そんぐらいのシーズンに PVP1 位取ったんですが、まあその時に使ってたキャラクターたちですね。まあ今の仕様が本当に試行回数めちゃめちゃ大事なんで、もうこのパーティーで PVP 潜りまくって1位取ったんで、まあその3体が選ばれてるのかなって感じですね。いいね、これめちゃくちゃ面白いですね。で、KO した敵の数が 7,944 体。これもまあイベントも含まれてるのかな、多分。うん。で、あ、以上か。って感じですね。まあ、どうだろう。まあ、石こんなに使ったっていうのと、ちょっと、この人造人間のキャラがね、入ってるの嬉しいね。はい。って感じですね。まあ、ぜひ皆さんのね、データだったり、まあ、これ一番気になるかな。PVP 最多出撃キャラクターみんなのやつ結構気になるんで、書いてほしいですね。うん。一番 PVP 頑張ったシーズンの時に使ったキャラクターがやっぱ多いんじゃないかな。あと、息が長いキャラクターとかも多いかもしれませんね。うん。まあ、そんな感じで、ぜひね、皆さんもこれ楽しんで、やってもらったらいいと思います。1月末までこれ見れるのかな？なんで、石ももらえるんで、必ずね、やるようにしましょう。ということで、ちょっと短いんですが、なんか、くっつけて、うまいこと、やって終わろうと思います。お疲れ様でした。俺の名はテオト、昔は伸びてたブドディを召喚しちゃうからね。ということで本日はウルトラファイティング滑舌ボンバーでリスナーをお掃除しちゃうよ。俺が封じやさ地味にガチ勢さを無敵の社畜さ。ということで、ただいま参上11のエリート戦士アンチも黙るレジェンズ特戦隊。 Yes we are スペシャル課金制限を見せてやろう。ゴジータ六突にひざまずくがいい。特戦隊、特戦隊、特戦隊、特戦隊。俺こそがアンソニー、おしゃべりイケメンと呼べ。俺はかっこよさではナンバーワンだ。ガチャの爆死で気持ちよくしてやる。気持ちよくってシコシコじゃないぞ。国は俺だ、お茶の間の空気を止めてやろうじゃないか。Yes, we are ゴミクズ三条宇宙一のニート戦士。俺たち爆死さ運営の養分。Yes, we are おやつは女性リスナーで決まりなのさ。ねなろうに分けてなどやらないからな。特戦隊、特戦隊、特戦隊。俺様が達人、ダゲキャン振っていく。貴様のダゲキャンを見せるがいい。ネナローザンのため俺は戦うのだ。このカソゲーで最強を目指す。光栄に思え喜びのダゲキャン。今
見せてやろうじゃないか。行ってこい。ただいま参上仮想芸のガチ勢ユーザー。国は嫌いだ、いじりまくるから。あいいよ。ライジングは公平にな。特殊圧だ。アンチ米ブロックだ。覚えとくがいい。特戦隊Yes, we are ただいま参上 YouTube のエリート戦士泣く子たたるレジェンズ特戦隊Yes, we are special fighting pose を見せてやろう。その美しさにさ、ひざまずくがいい。特戦隊。